住屋七郎兵衛栄吉、慶長15年3月17日陽徳元年、漢文12年1月19日は、江戸時代初期の貿易化。本性は松本、名は栄吉。住屋七郎兵衛東区用市指定史跡費、住屋七郎兵衛東区用日並びに、松本田道母伊勢国伊高郡松坂、港町の海鮮丼屋、第二代、住屋七郎次郎忠秀の次男として生まれた。 主因宣貿易に携わる貿易家となった七郎兵は、寛永八年、安南に渡った。だが、その二年後に鎖国令が出たため、七郎兵は二度と日本に戻ることはなく、生涯を S 安南で過ごすこととなった。鎖国下にあっても、異性の家族や親類には、書状で連絡を取り、伊勢神宮や松坂城下の寺社へも寄進し続けたという。また、安南中部の町、 カイアスにあった日本人街の長も務めた。死後の1928年には十五位を増位された。七郎兵とその一族の慰霊碑は、現在も三重県松阪市、おろい町の来醐寺に残されており、松阪市の市指定文化財にもなっている。ただし、石灰分の多いホイアンの水で作るカオランは、非常に腰の強い麺であり、伊勢うどんとは大きく異なる。ありがとうございます。